さあ今回ですね、得意ビデオショップで、販売しているキッチンツールの、新しい仲間が増えました。それがですね、こじらせアルミパン、アルミのフライパンですね。で、そのアルミのフライパンを使って、今日は60円で買ったアジの、クリームスパゲティ、これを作っていこうと思います。でですね、アルミのフライパンなんですけれども、特ビデオショップの方ではフライパンはこじらせパン、今まで発売してまして、これからも再販どんどんしていくんですけど、こじらせパンの方が鉄のフライパンでございまして、今回のがアルミ素材を使ったフライパンですね。シルバーのやつですね。でですね、このアルミのフライパンというのが、主にまあこれですね。はい、この感じです。綺麗ですね。で、綺麗なんですけど、僕はもうね、このアルミのフライパンしばらく使ってますので、こんな感じで、使用感ございます。で、裏にはうちの2匹の猫の、ロゴが、鉄製のこじらせパンと同じように裏にロゴ入っております。この2匹ですね、こいつらのロゴ入ってます。で、アルミのフライパンっていうのは、これ決してメインのフライパン、今までフライパン、例えば一人暮らしを始めますっつって、で、一つ目のフライパンなんか買おうって思って、このアルミのフライパン買うのはやめた方がいいと思います。おすすめしません。初めてだったら、普通のこうテフロン加工のフライパンであるとか、うちの得意ビデオショップのこじらせパン、鉄製のこじらせパンとかを買っていただく方がいいと思います。で、すでにもう普通のフライパンは持ってるよと。で、さらにちょっと料理の幅を広げたいななんていう人は、このアルミのフライパン買ってみてはいかがでしょうか。この見た目もね、正直こうなんかプロっぽくてね、なんかいいですよね。で、このアルミのフライパンの、使い方なんですけど、プロのシェフの方も割と大体このパスタを作る時とかに使うことが、多いようですね。というのも、このアルミのフライパン、例えば普通にお肉とかをこの上で油引いてバンって牛肉とかステーキとかやっちゃうとひっつきます。アルミの性質上、すごくひっつくので、そういう使い方ではなくて、こういうふうにこうオリーブオイル引いて、このパスタソースを作るような使い方がいいかと思います。で、このアルミのフライパンのですね、特徴がですね、熱しやすく冷めやすいっていうことで、火をパッと入れるとガッと温度が上がって、で、火を止めるとさっと温度が下がってくれるんで、食材に対して火の火加減の入れ方ですね、それは微妙な入れ方をできるというか、火加減の調節がすごくしやすいというか。だからじゃんじゃんこれを使って炒めるとかっていうよりも、微妙に弱火でなんとなくうっすら熱を入れながらパスタのソースを作っていくとか、ちょっとだけ熱を入れながらソースとパスタを絡めていくとか、そういうふうな使い方がいいかと思います。さあ、そうこう言っている間に、このアジがね、あれなんですよ。もともと120円のアジだったんですけど、時間がもう6時過ぎて買ったので半額の60円ということになってましたね。で、パスタが7分ぐらいですね。7分ぐらいですが、ちょっと早めに揚げる感じでしたいと思います。で、ここ生クリーム入れますね。こういう使い方がこのアルミパンはいいかなと思います。見た目いいですよね。こうシルバーで統一されて、取っ手の絵のところ、またうちのね、2匹のロゴが入っておりますけども、なんかこうテンション上がりますよね。だからこのアルミのフライパン、どうしても必要なものっていうわけじゃないと思います、正直。でもやっぱりこう、パスタなんか使う時に作る時に使おうか、僕は結構ほぼほぼパスタを作る時ですかね。で、ちょっとこういうふうな道具をちょっと使って料理すると、こう気持ちもちょっと上がったりね、なんか楽しくなったりしますし、そういう料理を楽しくするお手伝いができればいいかなと思っております。
でも本当ね、あの温度調節しやすいんで、今これ一旦ね、もう火をごく弱火にしてるんですけど、だ温度がね、あのもう熱入れなくていいよって時にさっと下がってくれるんで、その辺はすごく便利ですね。で火をバッと上げると急にブワッと熱は高まってくれるんで、今温度欲しい、バッて上げる、でもういらない、さって下げるみたいなことができます。でこれ一旦これ火止めまして、これパルメジャーノレッジャーノですね、それをバーッとかけて、一旦ね、一旦かけて、一旦ソースにチーズをあえておくっていう今段階ですね。はい、これでねパスタが茹で上がるのをちょっと待ちます。でまたあのソースを温めたい時にはすぐに熱が復活してくれるんで、その辺が便利ですね。はい、茹で上がりました。でこれあのこの動画が上がった瞬間にはもう新発売で得意ビデオショップの方に売っております。これ得意ビデオショップの方はですね、概要欄にリンク貼ってありますので、そこから飛んでいただければいいかなと思いますし、で同じくしてですね、こじらせまな板、こじらせまな板のオリーブの方と、あのノーマルの鉄製のこじらせパン、それもね、あの再販開始しております。この辺も随時、再販しますんで、ちょっとなんかね、転売されている方がいらっしゃるみたいですけれども、転売している人からは全然買わなくても、月1ぐらいではあのしっかり再販していくんで、転売しているところから高く買う必要はないと思います。でパセリですね、パセリ今回ね、かけるものというよりはもう野菜としてね使っていこうと思います。これでそのあれですね、クリーム、生クリームとチーズの濃厚さで、アジの味っていう風になってしまいましたけども、それにこのパスタのちょっとした苦味がアクセントとなってバランスが取れているかなと思っております。でこれあの白ワインの、ね、途中で入れましたんで、アジの、ね、あの臭みがね、生臭さというか、そういうのが消えていい感じかと思います。はい、完成いたしました。60円のアジを使ったクリームスパゲティ、美味しそうですね、いい感じ。パスタ、パセリのグリーンがね、コントラスト、チーズの白とパスタのグリーンのコントラスト、素晴らしいでございます。で、アルミパンのメンテナンスの仕方なんですけど、これはもう何の、加工とかも、表面に加工とかもしておりませんので、全然ガンガンガシガシ使ってもらって全然大丈夫です。で使った後は普通に、普段お使いの中性洗剤みたいなやつで、食器用洗剤ですね、それで、ゴシゴシ洗ってもらって大丈夫です。ただ、調理する食材とか、使い方によってたまにアルミがね、ちょっと黒ずむ時があるんですね。まあ黒ずんでも全く使用には問題ないし、もちろん体に害もないんですけど、ちょっとアルミの綺麗なねシルバーが、黒ずんでくるとちょっと嫌じゃないですか。その場合はですね、ネットなんかでアルミのフライパンの黒ずみの落とし方なんかで調べてもらうとすぐ分かりますんで、まあ割と何種類かいろいろ落とし方があるんで、全然それ見てもらえれば綺麗に落ちますので、頑丈にできておりますし、余計なコーティングとかはしておりませんので、長く愛用していただけるかなと思っております。ぜひとも得意ビデオストア覗いてみてください。いろんな道具売っております。どうぞ。
うん。